下にして、うわ、わぁ、すえぇ、どうも皆様こんばんは。何気に初体験です。セコリタ3世でございます。ということで、今日の動画はですね、もうタイトルご覧になってお分かりだと思いますけど、こちらでございます。シュアのエイオニック50でございます。さあ、こちらシュアでございますよ。シュアのヘッドホン、もうめちゃくちゃ有名ですよね。新しく、アオニックと書いて、エイオニックと読むと。めちゃくちゃ売れていて、フジアエイビックです。2週連続1位になったっていう、とんでもない記録も持っているというですね、商品でございます。シュア初のですね、ノイキャンということで、一体これがどんなもんなのか、リクエストも多かったので、ビシッと手に入れてみました。なんとね、もう一個あります。色違いなんですけれども、比べていきたいなということでございます。というわけでいきましょう。レッツゴー。はい、というわけでこちらがですね、シュアのエイオニック50でございます。これですね、パッケージこんな風になって立てられるんですよ。まあ、それだけの話なんだけど、収納的にもね、ちょっと活かす方法で見せられるってことなのかな。とりあえず、まあ、開けていきましょう。プーン、よいしょ。ほう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 。裏側になんかついてたわ。オープンリードエクスペリエンスってこうやって書いてあって、なんやら色々説明書きが書いてあったという感じです。で、これが本体そのものになって、よいしょ。取り出してみると、かっこいいシュアっていう風になってます。でもやっぱイヤホンから比べるとでけえなケースが。ヘッドホンだからね、そんな感じなのかなと思うんだけど、オープン、よいしょ。あ、かっこいい。うわ、もう全然高級感が違うわ。めっちゃかっこいい。かっこいいっすね、これ。上っ側に色々入ってて、ワイヤレスヘッドホーンっていう風になってて、シュアのこう説明書きが書いてあんのと、あと乾燥剤がありの、有線で聞ける用のケーブル、そして USB-C の充電用のケーブルが入ってました。これが本体そのものになるわけだけれども、よいしょ、取り出してみると、うわ、もうめっちゃかっこいいよ、シュアっていう風になっていて、まあ、こんな感じでですね、縦にできたり横にできたりできるという仕様になっている。上側は特にメーカー名とか入ってないですね。でもね、すごいね、思ったよりも小さい。箱がね、すごいでかかったから結構ゴツゴツしてんのかなと思ったけど、思ったよりもそんなに大きさを感じさせないようなデザイン。結構こう固めだわ。このグリグリがですね、すごくこうしっかりした作りになってるんで、何回もやってもですね、緩くならないような設計になっています。こういうの嬉しいよね。上側にここんとここう金具みたいになってて、ここを支点にぐる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 回るという作りになってるみたいです。このようにペターンと収納できる。で、内側は L と R という風に分かりやすくなっていて、こっち側にシュアって入ってんだ。あー、なるほどね。この辺とかもうめっちゃかっこいいよね。普通こういうの両方ついてたりとかするんだけど、デザイン的にめちゃくちゃね、上がります。かっかっこいい、これ。ここリムーブってなってるんで、ここ外しちゃっていいっていう感じ。まあ、いわゆる傷防止なのかな。これがついてるって感じだね。で、右側に主要部分全部詰まってます。充電でしょ。Bluetooth、マイナス、プラス。多分これがノイズキャンセリングのオン、オフなのかなっていう風になってます。反対側は有線用のケーブルがついてるだけみたいだね。非常にシンプルな構造ですよ。ブラウンも出してみましたけれど、ブラウンめっちゃ可愛い、こっち。これはね、男性でも女性でも全然いけると思う。めっちゃ可愛いわ、この色。内側はこんな風にですね、こうブラウンの色になってるわけですよ。これ可愛いなぁ。これプレゼントでもらってもめっちゃ上がると思う。いや、いいね。なんか黒ばっかり見てきたからすごい新鮮だわ。ブラウンも確かにいいなぁ。映えるなぁ、これ。とりあえずどんなもんなのかですね、音聞いて使っていきたいと思います。はい。というわけで、じゃあ、つけていきましょう。あと、ここで、こう伸びますよ。当たり前だけど。こう伸びて調整するっていう感じですね。じゃあ、つけていきまーす。よっ。あ、いいじゃん、いいじゃん。きつすぎない。全然きつすぎないっす。こう、ふわっと。優しい優しい。黒をつけるとこんな感じに見えますよ。ブラウンをつけるとこんな風に見えます。耳が大きいね。僕でもね、ちゃんとこうカップの中に入りきってますよ。すごくデザイン的にいい感じですよね。で、これね、シュアプラスプレイっていうアプリを使うとですね、ノイキャン使えたりとか、あとイコライザー使えたりとかするんですけど、僕がいつも使ってるフィオの M15 にはね、入ってないんですよ。バージョンが違うとか言って使えないんで、すげえ残念。ここめっちゃショックなんだけど、とりあえず黒バージョンでね、聞いていきましょう。電源オン。
パワーオンって言いました。はい、ということで接続できました。こんな感じのですねアプリ上画面が出てきて、アプリのバージョンもとりあえず一番新しいのかな。ここのねポチポチの部分ですよ、スライドさせて一番下側ですよね、自分の方にするとノイズキャンセリング、真ん中にするとオフ、一番上側にすると外部取り、あ、何この外部取り込み、わすごい、外部取り込みがめちゃくちゃでかいな、これ声初めてこんなでかいの、自分の声とか全部聞こえるよ。それでいて外部取り込みのロボットっぽさとかさーっていうのがない。あ、これはすごいよ、めっちゃでかい、これマイクで喋ってるみたい、本当に。これ程度も、あ、選べる選べる、外部取り込みも 60% ぐらいが普段使ってる外部取り込みと同じ。これ100にするとめっちゃ自分の声聞こえます。もう自分のね歌とか確認できるよ、歌声とか。それでいてさーとかホワイトノイズとかあるじゃん、全然しないね、これこれすごー。この外部取り込みは勇者、さすが手話だな、これ初めて、マジで初めて。下にして、うわっわぁ、つえぇ、なんだこのノイズキャンセリング、あ、たた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 た、すごいこの落差。外部取り込みとノイズキャンセリングはね、振り切ってるわ。バッティングでもう思いっきりフルスイングしたっていう感じだね。わぁ、すごいな。これは最大はね、ちょっと耳鳴りがするぐらいだな。ノーマル、あ、ノーマルでも強いわ。やっぱ外国人仕様なんかな。最大はね、うおぉ、痛え、心臓痛え。最大はめちゃくちゃ強いね。勉強しながら集中モードみたいな感じで声かけられて、でもうーんとか言ってパッてやればですね、すぐ周りの声聞こえるようになるんで、これはすごい。これイコライザーもある、あーたたた、イコライザーもありますね。フラットとかボーカルブースト、ラウドネスとかっていう風にいろいろあって、自分でもですねこうやってプリセットを作れます。この風にですね、周波数がどれ、原因がどれとかですね、帯域幅とか全部自分で作れるみたいなんで、あ、これはね結構細かいから嬉しいところだなっていう風に思いますね。問題は音なんで、とりあえず音どんなもんなのかちょっと聞いていきましょうか。うん、普通にいい音、ズーンと深い低音とですね、高音域のですね、こう綺麗なフォルムっていうものがですね、全部ですね聞こえます。やっぱヘッドホンの方がいい音だね。イヤホンでね、なんだかんだいっぱい聞こうっていう風になってもですね、やっぱちっちゃいから限界あるんだけど、やっぱヘッドホンの方が単純にでかくね音が聞こえるんで、やっぱ聞いてて気持ちがいい音ですね。今ですねノイズキャン、おーすげー、慣れねえなこのノイキャン。このままオンにした状態でちょっとダップで聞いてみたいですね。あ、うん、やっぱり有線の方がちょっと深みが増すかな、やっぱ。無線でもやっぱいいんだけれども、有線の方がですね、こうグッと沈み込む音がですね、こうちょっと2段階ぐらい下がったかなっていう音がするのと、高音域のこうですね、幅っていうのかな、音の分離してる感じとかがですね、ちょっと増したかなっていう感じがするんで、有線の方がいいかなっていうのと、やっぱこのノイズキャンセリング慣れないな。これはかなり最強レベルに近いんじゃないかなっていうふうに思いますね。まとめていっていきましょう。はい、というわけで今回はシュアのエイオニック50ご紹介しました。いいところ悪いところまとめていっていくと、ノイキャンと外部取り込みは本当にすごい。この振れ幅はめちゃくちゃすごいですよ。ノイズキャンセリングはもう心臓痛くなるまでギューって聞かせて、外部取り込みはですねもう自分の声がもろ返ってくるぐらいなんで、とにかくですねこの振れ幅ですよ、もう聞かせるときはもう集中モードっていう感じでガー集中させて、外の声聞かせるときはオラどうだっていう風な、この振れ幅の凄さっていうのはですね、逆に気持ちいいですよ。安全とかね、いろんなものに配慮して、まあこれぐらいかなみたいな感じで程よく決めるっていうと結構あるんだけど、そうじゃなくって、せっかくねもう我が社のシュアの商品買ってもらったからにはガンガン聞かせてやろうみたいなのは感じる。そういう意味では非常に面白いなっていう風に思いました。音もすんごく広いしね、低音もですねしっかり重みっていうものを感じますし、かつですね高音域っていうものもですね、すごくですねこう透き通って響いて綺麗に聞こえます。無線よりもやっぱ有線の方がいいなっていう感じがするんで、やっぱダップとかで聞くとよりいいのかなっていう感じがする。で、アプリを使えばですね、このノイズキャンセリングとか外部取り込みとかっていうものを程度を選べるっていうのもすごくいいし、イコライザーがついてるっていうのも自分好みに調整できて嬉しいですよね。不具合があったとしてもアップデートが多分入ると思うんで、今後そういうものも改善してくれるっていう安心感、一回買ったからにはですね長く使いたいっていうユーザーの気持ちにもちゃんと汲み取ってくれてるなっていうふうに思います。デザインもねめちゃくちゃ好き、俺すごいかっこいい。こういう風に片方だけのですね感じとか、ブラウンもちゃんと用意してくれたりとか、すごくかっこいいです。残念なところ言っていくと、ダップで使えなかったっていう
そのアプリが対応してないっていうね。aptX LL とかにも対応してるっぽいんですよ、コーデックも。幅広いコーデックを対応してるんであれば、まあアプリのバージョンによるのかなんのかわかんないけどね。今後ね、アップデートでいろいろ改善されていくのかなとは思うんだけどね。人によっては心臓痛くなると思うよ。とにかく強いから、ノイキャンがね。ぜひ近くの量販店とかで聞ける人はですね、聞いていただきたいなっていうふうに思います。手をこうやって被せるとね、ハウルね。外部取り込みになってる時には、こう、カップを持つ手を気をつけないといけない。まあ、ノイズキャンセリングにしてるときは絶対ならないからね。まあ、それでもね、こうハウルぐらいの外部取り組みなんか聞いたことないんで、そういう意味ではですね、やっぱシュアめちゃくちゃこれ力入れて作ったんだなっていうのはすごくわかります。個人的にはめちゃくちゃ楽しかったな、これ。フジアエイベックで2週連続1位になるっていうのはすごいわかるなっていうふうに思いましたね。というわけで皆様、今回のシュアのですね、エイオニック50いかがだったでしょうか。皆様ぜひ下のコメント欄に感想を書いて教えてください。それとこの動画が面白いと思った方、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。というわけでまた明日、チャオ。